ではテスト走行、144,300km 走行の方はこれからちょこちょこ走る。前に AZ1 がありますね。 AZ1 があります。これいいですよね。こちらはですね、業者オークションでちょっと無理な高めな金額出して売れなければ一般販売でちょっと出してみようかと思いますけれども、売れちゃうかもしれないですね。ちょっとそのページにはまだ載せてない極秘車両でございました。前のオーナー様はちょっとバックのギアが入りづらい時があるとか言うんですけど、まあ、あの普通の軽自動車よくあることで一回ニュートラルにしてまた入れ直したりすればですね、もしくはバックが入りづらい時は、まず一速とか入れた後にまたバック入れるとかなんかやると簡単に動いたりします。そんなもんでございます。調子はかなりいいですね。はみ出し引っ張りタイヤですかのせいでですね、カーブとか多少コーナリングとかですね、影響を受けてるようには感じますね。普通に、もうちょっと走り込む方でしたら、アルミとかも履き替えるのもよろしいかと思います。吹き上がりもいいですし、エンジンのアイドリングの安定感もかなりいいですね。本当にですね、144,000km って距離は気にならないコンディションと言っていいと思います。なんといってもですね、アルトワークス時代は3ドアだったツインカムエンジンだったわけですけども、 K になってから4ドアが、5ドアですね、いわゆる5ドアが主流になってしまってですね、このやはりですね、走り込まれる方には3ドアがのかっこよさというんですかね、良さがですね、分かると思うんですね。雨もよく弾いてくれてますね。ちゃんと撥水コーティングボディもいい感じになっております。東京の夜間割増しなしをやっているタクシー会社の車が高速から出てきましたけども、夜間の運転なのでちょっと分かりづらい、お伝えできてない部分もあるかもしれませんが、まあいい車です。今回ですね、このお値段で出せたのはですね、本当に奇跡的と言っていいかと思います。そのぐらいですね、今回これはもうおすすめしたいと思っております。減速のギアもバッチリですね、はい、エアコンの方もバッチリで、冷房ヒーター、どちら冷房ヒーターですね、はい、どちらもしっかり効いております。反応してくれております。とてもいい感じです。なんかちょっとカタカタ、この辺りですかね、暗くてすいません、分かんないですよね。ちょっとルーブラです。この辺りがなんかちょっとカタついてるですね、はい、この辺ですね、この奥辺りちょっとパネルがキュッキュッ言ってるんで、何かしら緩んでるだけだと思います。あとはとてもいいですね、本当に素晴らしいです。シフトノブがですね、ノブところ、革のところが少し、ボロボロになってきてめくりになっちゃってますけど、その辺は特に、気にしないでもいいかと思います。これですね、うちの従業員がですね、こう余計なゴミ袋をですね、ここにつければいいのにという分かってないところがありましたけども、最後にストレートちょっと踏んでみましょうか。つい最近この辺でスピードをやるようになりましたので、この山手通りのこの上り切った先のところでスピードをやってるあたりは、まあこの時間なら大丈夫だという夜の時間帯ですけども、思ったより前のタクシーが遅くて踏めませんでございました。はい、ちょっとこれでハンドル目いっぱい切っても干渉するようなわけじゃないですけども、あとは店員の車高調、こちらがついておりますので、まあ、インチアップといいますかね、ちょっと高めにしたい方は、今ある当たらないギリギリのところで下がってるような感じでございます。一応ローダウン扱いですけども、 K はもともと高いのであまり下がってるように感じないかもしれないですけども、ということで、車高調の方も、まあ、いい感じでございます。
ような感じでですね、一周してまいりました。はい、ありがとうございました。目白自動車でした。